はい、今日から自分隔離が終了していて外に出てきました。で、ここガソリンスタンドなんですけど、あそこにいるのは丸先輩でございます。丸先輩がいます。何かやっております。車庫にいなくて、で LINE したら近くの宇佐美にいるよって言われたから来たんですけど、丸先輩それ何やってんすか。エアホースの確認してる。エアホース、ああそうなんですか。てかこれ自体今何やってんすか。オイル交換。あ、オイル交換、ああもう終わったんすか。もう終わって、はい、今タイヤのエアも入れてた、リードに。ああそうなんですね。これガソリンスタンドにいる時になんかチェックしたりするんすか、いろいろ。やれるものはお金かかんない範囲で、はい、ああそういうことですね。やれるものは、はい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 、あれこれ横って、これ前からこんな感じでしたっけ。あ、こんな感じで、これ冷凍機のカバーついてる。え、洗車しないと汚いよ。確かに、まあ仕事車って感じですよね。これ冷凍機のカバーだから。はい、あれこれ前こんな感じでしたっけ。そうだよ。あ、本当ですか。オイル交換もやってみます。はい、あ、見ちゃって大丈夫なんですか。大丈夫だよ。あ、しかももう船型ついてるんですか。あ、船型外したまんまか。おお、あ、名前なんですか。星川くんです。星川くん、あ、ですよですよね、こんにちは。その説はどうもどうもありがとうございます。平塚の1295店、乗用車でもトラックでも、ご相談があれば星川くん宛てに。よろしくお願いします。今これここの宇佐美は北井商事さんの車庫からそんなに全然離れてないですよね。多分 3,400m ぐらいですかね。1295平塚店ですね。もうこれ、終わったんですか。全部オイル交換は。オイル交換終わりました。おお、はい、おいやもう終わってますよ、丸先輩。でもこの絵なんか面白いですね。こんな感じでやるんだ。え、ちょっと下自分も降りたいです。愛国丸の下から初ですね。ちょっと汚いわ、この間の雨で。あ、ほんですか。はい、うわ、オイルの匂いする、すっごい。これなんかオイル垂れてこないですか。大丈夫ですか。大丈夫。おお、すげえ。というか隔離10日間が終わってから丸先輩と初めて会った。そうだよね、はい、みんなからコロナが変わってんじゃねえ。そうっすよね、みんなから避けられてんだけど、はい、いやいやいや、本当ですか。あ、でも自分と丸先輩ってずっとみんな一緒にいるイメージなんでしょうね。動画上がってるから。動画毎日のように丸先輩といるのが上がってるけど、だって2週間に1回ぐらいしか会ってないっすよね。だからその前後だから関わってんじゃないのとか。関わって、ただ無症状じゃないのとかさ。あー、そういうことですね。アンチぐらいに言われるよ。絶対なんか最近だからなんかあだ名がオミクロンだ。いや、全然ちょっと笑えないですよ、それ。マジで。本当ですか。でも自分のオミクロンなんかあれですよ、2日間とか3日間しかなんかかかる可能性がない。以上離れたらもう大丈夫とは言われてたんですけど、はい。本当に治ってんね、今これ大丈夫。いや、全然大丈夫です。はい、危険じゃないこれ。いやいや、全然、いや大丈夫です、もう。なんか自分はバイキンみたいに言わないです。大丈夫、マジ周りからすごい言われたから。いやー、そうですよね、ごめんなさいね。でもあれです、本当に毎日いるような感じになってるんでしょうね、みんな。船型はもうつけないんですか。船型はまたつけますよ。いつつけるんですか。時間があるとき。時間があるとき。ああ。でもなんか船型がないあるのとないのじゃやっぱり全然違いますもんね、前にも言いましたけど。そうね。でもそのセールがいいっていう人もいるんだよね。ああ、本当ですか。あ、しかもあれですよね、総州愛国丸っていう風にちゃんと呼んだ方がいいっすよね。ちょっと星川くんは、はい、宣伝したべきで星川くん、はい、129 129、宇佐美、平塚ですかね、ここって。平塚129店、星川くん、おいくつでしたっけ。42年。ああ、星川くんっていう、丸先輩より上じゃないですか。自分、俺もずっと星川くん。あ、すいません、自分年だと思ってました。大変失礼しました。星川くん、平気だよ。いやいや、平気だよね、じゃないです。自分がなんか平気じゃないです。あ、これなんですか。これがオイルフィルター、エレメントです。エレメント、これもう全部変えたってことですか。これはこれで OK なんですか。これはもう新しいの入ってるんで。あ、捨てるんですね。かなり汚れてる方ですか。そうですね、実際フィルターこの中に入っちゃってるんで、ええ、まあそ外見た目ではそんな分かんないですけど。あ、そうなんですか。多分でも、うん、オイルがだいぶ汚れてるんで。ああ、確かにですね、はい、でもこれまるでもオイル交換の時期っていうのは1年に一遍みたいな感じですか。トラックの場合はまた違います。越川さん、はい、トラックの場合ってどれぐらいなんですか。会社によってですけど、まあ、大体1万キロとか、1万キロとかそんぐらいでみんなやってます、ね、だからトラックだとしたら速攻ですね。ということは2ヶ月ぐらいで行っちゃいますね。1万キロ2万キロなんて行っちゃいますよね。走ってれば走ってることなおさらほらオイルは汚れるから。
丸瀬さん1日何キロぐらい走ります？300ぐらいですか？いや、そんな走んない。200ぐらいって感じかな。100、200？あんまり言っちゃうとほら、ええ、あああ、そうだそうだ、何でも聞きたくなっちゃうから、はい、そこそうですね、最後何でも聞きたくなっちゃう、自分の癖ちょっとやめた方がいいですね。なんか俺の動画上がるたびになんかめんどくさいのが来るじゃん。そうですね、はい、じゃあ丸先輩なんか久しぶりでなんかちょっと嬉しくなっちゃいました。はい、なんか本当困ったことあったらこのポチカーカーわかりました、ありがとうございます。あ、先週も自分の行けます？ちょっと多分時間かかっちゃうかもしれないですね。どれぐらいですか？ 2,30 分とかでしょ。また 2,30 分か。あれ、丸先輩はどうするんですか今から。これはあ、これで、あ、タイヤのエアチェックもやる。あ、本当ですか？一回車出した方がいいでしょ。あ、了解です。あれ、音ってこんなんでしたっけ？丸先輩ってあのマフラーは買えないんですか？あ、そうなんですね。現場がるさい。あー、そっかそっか。愛国丸、改め総主愛国丸というふうに呼んでくださいませ、皆様。なんかそういえば丸先輩、フロントからなんか線出てます。配線。あれは船型のやつですか？あー、そういうことなんですね。お、乗ります。あかね、丸先輩、あれ開かないっすよ、助手席。助手席開かないっすよ。マル先輩が宇佐美の従業員化してくれてますね。期間限定で。あ、本当ですか。期間限定で補正費。あ、無料ですか。はい、おお。満タン入れてください。はい。おしゃランプついちゃってるんですよ、ね。溢れちゃってる、ごめんなさい。いや、それはちょっとまずいです。これあくまでも期間限定なんで。ありがとうございます。あ、もうこれ全部入りますね。全部入ります。失礼します。ありがとうございます。あれ、オイル交換は、え、オイル交換、あれ、オイル交換は大丈夫ですね。オイル交換は、はい、エア見ます。オイル交換多分これ BM できないと思います。ここじゃエア見ます。エアは大丈夫ですね。自分でやりました。はい、ありがとうございます。全く異常ないですね。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。ちょっと来たで。あー、いいっすね、丸先輩。すいません。いや、すいませんね、じゃないです。いや、ありがとうございます。